モンスケ調査隊は今週感染の拡大を受け緊急のアンケート調査を行っています。今日のテーマはこちらです。政府の観光支援策 GoTo トラベルが揺れています。感染が広がる北海道を対象から外すかそのまま継続するか、皆さんはどうお考えですか？政府の観光支援策 GoTo トラベルの対象から北海道を除外するのか継続するのか。北海道 GoTo トラベル事業の対象から外すことを検討するような状況にはないと認識をしているところであります。加藤官房長官はおととい鈴木知事との会談の後、北海道を対象から外す状況ではないとの認識を示しました。道民の意見は、人が多くなったりすることはとても不安に感じてしまったりするんですけれども、それで経済が回らなくなったりしてしまうと悩ましいところですよね。対策は取った上で経済的な活動っていうんですかね、そういうのができる限り行われた方がいいんじゃないかなと思ってますけど。では観光客はどんな思いで道内を訪れているのか、 GoTo トラベルの利用者に聞きました。感染が拡大する北海道を GoTo トラベルの対象から外すべきか継続すべきか、道内を訪れている観光客は不安を感じながら利用していました。まあいい面悪い面出ると思うんですけど、やっぱり旅行者にとってみればやっぱりね、せっかくなんで、ね、トラベルという形で、ね、遊びに行きたいなっていうのはありますね。 GoTo やったから来れたんで、はい、やっぱり助かる。なかなか主婦には足が遠い場所ですね、神戸からだと。受け入れる観光地はどう受け止めているのか。昨日冬の営業がスタートした旭山動物園は、やっぱり一定の効果があって、あの道外の方たくさん来られてるなって印象はずっと持ってました。あの売上の半分以上がもうあのチケットだって、園内の売店が。旭山動物園は夏の営業で入園者数が去年の4割程度に落ち込みました。坂東園長は、北海道を GoTo トラベルから除外するなら明確な根拠を示してほしいと話します。うち自体も危機的な状況なのは間違いがないです。なんかどっか増えてるからそこ除外だねみたいな感情論に近いような気がする。やっぱりそれぞれ来られる人の意識とか、その迎え入れる側がの対応とか、あのそういうことをもう本当にしっかりした中でやっていくしかないのかなって思っていて。 JR 北海道は今年度の中間決算で過去最大の赤字幅、 GoTo トラベルの継続に期待しています。特にあのインバウンドの回復が当面は見込めない中においてはですね、このきっかけを作っていただく、背中を押していただく効果として大変大きなものがあると思います。やっぱりもうしばらくこれは続けていただくように、私どもとしてもまあぜひお願いをしてまいりたいと思っております。感染を考えたらいっそのこともやめてくれた方が、行くの諦めれるから。やっぱ自分がなった時ですね、周りに移しちゃう可能性があるというのが一番怖いです。感染防止か経済回復か、 GoTo トラベルをめぐり道民の意見も揺れています。モンスケ調査隊では事前にアンケート調査を行い、皆さんに GoTo トラベル北海道はどうすべきかを聞きました。アンケートの結果はこちらです。除外すべきが 80%、 継続すべきが 20% となりました。